商人って今流れているのは昭和の曲ですね。大ヒットしたオルタリカさんの商人です。もうむちゃくちゃというか、もうただスタッフがこの曲を流したかったというか、まあ同じ戻りましょうか。はい、青を選ばれた方もいるかもしれませんが、この商人は広辞苑にはこう出ています。商人、食べ物、褒め、味わうこと。ですから賞味期限は美味しく食べられる期限という意味で使われていますよね。しかし、これをご賞味くださいと言ったらどうなるでしょうか。食べ物をどうぞ褒めて味わってくださいという意味になり、褒めることを要求することになりますよね。まあ、最近の若い人の中には、僕こんなに出るんだってんだけど褒めてくださいというタイプの人もいますけれども、こんなニュアンスになってしまうんです。これでは食べ物を送る際に適切な言葉とは言えないのではないでしょうか。正解は赤です。このご賞味くださいという表現には、つまらないものですがどうぞ笑って食べてくださいという謙遜の気持ちが含まれていて、食べ物を送る際に適切な言葉です。音が同じなので混同されやすいのですが、言葉本来の意味を考えて手紙を書くときに間違えないようにしてくださいね。それではまた明日。はい、ということで、ゴーさん、漢字一文字違うだけでもね、違うんですよね。そうですね、随分違いますよね。賞味ね、スタッフが流したい曲、あれ僕もね、キュンときますよ、みんな。男と女の子の恋煩いっていうかね、なんかそういう物語があったんですよね。ご参加くださった皆さん、ありがとうございました。ありがとうございました。では、続いてお天気です。与田さん。はい、今日のお天気の一番のポイントをまとめてお伝えする一点予報です。今朝はですね、江戸